どんどうも、おしがすぐ死ぬ日本人アニメリアクター、わさもんです。よろしくお願いします。今年の目標、はチャンネル登録者数年内5000人目指しておりますので、もしよろしければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。はい、ということでね、まあ、10月に入ってもう3日経ったんですけど、まあ、秋アニメ始まりましたね。ということで、まず秋アニメ、 の見るリストが完成したんで、それを言っとこうかなと思います。いっぱい見たいのがあるから、作品名だけ、タイトルだけ言っていく。そして、まあ、あの、見はするんだけど、動画投稿をしないのもあるよっていう感じ。で、えっ、ー、と、動画投稿、 するつもりなんだけど、後から上げたりとか、まあその逆もしかりで、途中で、ああ、やっぱ合わねえなって思ったら、動画投稿はやめるっていうのもありますんで、その点ご了承ください。まあ、PV 見る配信にいた人はね、わかると思うんだけど、異常な数になってしまったんだ。はい、ということで、じゃあ、この10月から12月まで。 何見るかじゃあ作品名。えー、っと、一応その配信、テレビじゃなくて配信される順番でいきたいと思います。はい、じゃあ行こう。えー、日曜日、ラグナークリムゾン、新しい上司は土天然、豚のレバーは加熱しろ、ティアムーン帝国、僕らの飴色、プロトコル、薬屋の独り言、ミリー、アイドルマッサーミリオンライブ、シャングリラ・フロンティア、オーバーテイク、百科の。 月曜日、MF ゴースト、星屑テレパス、鴨の橋、ロンの禁断推理、川越、ボーイズシング、変えよう、デッドマウントディスプレイの2期、私の推しは悪役令状、シャイ、水曜日、恵みの第悟、通り部、天竺編、影実の2期、お嬢と番犬くん、木曜日、ゆずきさんちの4兄弟、えー、馬3期、16ビットセンセーション、金曜、アンダー忍者、大人プリキュア、 土曜日、早々のフリーレン、アンデッドアンラック、え引きこまり、スパイファミリーの2期、そして、え動画投稿っていうのに関しては、過去枠で、えまあ、夏からやってるんだけど、ゾンビランドサガを予定しております。今、2期のまだ途中なんだけど、10月の二十何日ぐらいまでもう埋まってる。ほぼ毎日ゾンサガは上がる。そんな感じ。 で、えっと、ゾンサガに関しては、日、水、金で動画上げる風になってますんで、まあそこら辺が、ゾンビランドサガ、えー、好きな人はね、まあお付き合いいただければなと思うし、見たことない人も、まあ見てもらえればなっていう感じ。熊本出身で、<laughs> まあ同じ九州出身で、えー、アイドルものが好きな人間のリアクションはこんな感じっていう。 のもあるからねめちゃくちゃ面白いよ。1期の方はね、もう次で最終回か。次で1期が最終回だね。配信で言うところは。そんな感じでございます。もう1回だけ言うね。もう1回だけ言う作品だけ。ラグナ・クリムゾン、新しい上司は土天然、豚のレバーは加熱しろ、ティアムーン帝国、僕らのアメイドプロトコル。 リアイドルマサミリオンライブシャングリラフロンティアオーバーテイク百科の MF ゴースト星屑テレパスカモノハシロンの禁断推理川越ボーイズシングデッドマウントディスプレイ私の推しワーク役令状シャイめぐみの第醐通り部天竺編影実2期お嬢と番犬くんゆずきさんちの4兄弟馬3期16ビットセンセーションアンダーニンジャ大人プリッキュは早々のフリーレンアンデッドアンラック引きこまり スパイファミリー2期で過去枠でゾンサが以上になりますいやー大変だまあでも久しぶりだね <laughs> 2年ぶりぐらいじゃないこんなクソ忙しいの秋ってすげえねまああの今言ったのは僕個人の気になる作品であって投稿するしないはわからないとまあすでにもう始まってて投稿してるやつも あるんですけど、えっ、ー、とね、見てて投稿してないやつももうあるから、どうかなって感じ。面白いって感じたらあげるし、うーんって思ったら見るのやめるし、そんな感じ。で、あのー、今俺が言ってない作品、おいお前あれ見ろよっていうのがあったらなんかコメントで。 書いてもらえれば見はするけど投稿するかどうかはまた別の話って感じなんでねぜひともお付き合いよろしくお願いしますでまあ、ちょっと個人的なことで申し訳ないんだけど10月11月12月にそのいろんなライブやらイベントやらがあるんだアイマスのライブ行ったり熊本に行け帰ったりとか プリキュアのライブ行ったりとか、いろいろあるから、ちょっとそこら辺でまた動画投稿する日付に関しては、まあ、放送終わってすぐとか、じゃなくて、まあ、またいつも通り見れるタイミングで見ていくんで、まあ、これからもうのんびりお付き合いよろしくお願いします。で、最後に大事なことなんだけど、10月9日は僕の誕生日です。1週間切りました。10月9日は僕の誕生日です。でも、 職場のの同僚の結婚式に行きます <laughs> 大変だぜおい。<laughs> どうなるかわかんねえよ。なんで俺誕生日の結婚式行くんだろう。まあでもおめでたいから行,行くんだけどねああ。まあそれで多分8の夜かな。9日スポーツの日。だからみんな休みだろ。多分よっぽどのことがない限り。俺はちゃんと休み取ったんだ。だからまあ生配信しようかなって思うから。8から9にかけて。 日付変わる瞬間と、えー、っと、90、11で休み取ったから、そん中、俺が3連休だから、俺が勝手になんかやっとくから、その時に時間がたまたまあったら来て、おめでとうって言って、その時に。誕生日デイ2とか、誕生日デイ3とか言うから。まあ、やるか分かんないけど、多分やんないんじゃないテイストだから。 まあそんな感じなんでね、秋アニメすげえいっぱい見たいのがあるから、まあ、これからもよろしくお願いします。じゃあ、秋アニメの見たいやつの発表と、えー、過去枠として、ゾノサガの動画投稿をするよっていうのと、それ以外、イベントがいっぱいあるから大変っていうのと、10月9日が誕生日だよっていうお知らせの動画でした。ありがとうございました。